ではこれよりテレビと CM で見る平成令和ヒストリー展2022関連イベント平成令和テレビ談議、まあ、座談会というのを始めさせてごめんなさい始めさせていただきますよろしくお願いします私は今日の司会を務めますペリー小野ですよろしくお願いします <laughs>、えー、テレビと CM で見る平成令和ヒストリー展2022というのはですね今横浜の放送ライブラリーで まあ開催中のイベントなんですすけれどもまあ企画展ですねでここ今会場の入り口でちょっと見えますかねあのなんですけれどもまあ本日の対談はここで収録するということでまあこの企画展はあの2019年と2021年にも開催してましてそうですねまあ平成からまあ令和になるまあテレビの変遷をまあ放送誌ですねテレビとコマーシャルで振り返ろうと。 いうことでまあ放送ライブラリー恒例の企画というふうに、まあ、夏恒例の企画に今なってる感じですかねあの私も当初から結構あのコラムとかをパネルの方に書かせていただいてるんですけれどもまあこれあのー、本当に見ていただくのが一番かなと思うんですがまあテレビコーナーではまあ各年に話題になった番組をですねまあ、中心にパネルで展示してあったりあの CM のコーナーでは本当にあのー、その年に代表す その年の代表となるコマーシャルをまあ映像で実際にまあ見ていただくということになってまして本当にえりすぐりのねコマーシャルで一度見るともうずっと座って次々見ちゃうっていう感じの映像がずっとまあ見れるということでまあポスターなんかもありますのですごくあの楽しめる充実した内容になっておりましてしかも今年はですねあの創刊60周年この夏に創刊60周年ならのテレビガイド 特別コーナーナというのがあってまあ60年ですからね、まあ、平成からの,あの表紙なんかもずっと展示されているということで、まあ、まあ見ていただくと本当にねあのあこんな時代平成ってなんか近いような個人的にはすごくこの間じゃないと思うんですけどもう30年以上前なので <laughs> あこういう人たちが、まあ、こういうものに出てたんだなコマーシャルとかドラマ、まあ、バラエティーもそうですけどたくさん出てたんだなということが分かるという展示になっております。 で今日の座談会ですけれども、まあ放送ライブラリーにより、まあ会場からですね、まあこの平成令和ヒストリーをあの自由にトークしていただきたいなという方で、あ、ことで、あのゲストをお招きして座談会をするということで、三人、私も含めて三人でトークすることになっております。えー、まず私の自己紹介をさせていただきます。私はコラムニストということで、まあテレビドラマについてが主なんですけれども、まあ時代劇とか。 現代ドラマもそうですけどいろいろな現場も取材していろんなコラムを書かせていただきますインタビューもさせていただいてテレビガイドにも随分ね長くそうですね93年ぐらいから関わらせていただいているので今回の展示にはすごくあの愛着があるという感じで今日いろいろお話をさせていただきます。そしして私のお隣にいらっしゃるんですね 早稲田大学の岡室美奈子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生もね、あのたくさんのあのテレビドラマご専門でね。はい、あの学生さんにも抗議されたり、これはもう書かれているということで。先週まではあの自国の試験採点が。はいはい、そうなんです体。体調大丈夫ですか、ね？まあなんとか。<laughs> なんとか生きながらえてやってまいりました。 今日展示ご覧になっていかがでした。めちゃくちゃ面白いです。あの、おそらくえっ、ー、とペリーさんも竹内さんもそうだと思うんですけど、パネル1枚の前で3時間ぐらいしゃべれますよね。<laughs> <laughs> もうあのすごく懐かしくって。さっきペリーさんもおっしゃいましたけど、あの私にとってはつい昨日のことのように思うのに、あこんなに年月経ってるんだって。びっくりしますね。あの101回目のプロポーズとかね。 で、まあ、ドラマだけじゃなくて「笑、えー、う犬の冒険」とか「チコちゃんに叱られる」とかバラエティーのものもあってちょっっとそそこは嬉しかったなそうですね、はい、あのいままあ今回このトークではあの平成令和まで、まあ、主に10年ごとに区切ってその時のヒット番組とかね、うん、語っていただくのでもう私はとても止まりませんね話がねって、ね、いう感じで、うん、あとあのねテレビガイドの表紙がずっと並んでるのがもう創刊。 今日お一人いらっしゃいます,す、ね、あの先生のお隣にいらっしゃるのが元テレビガイドの編集長で現在はテレビガイドアーカイブチームというすごいチームを率いてらっしゃる竹内明さんですすよろししくお願いしま竹内さんとはね私も一緒に、はい、仕事もさせていただいてますのでっす、はい、うっかりしたことを言えないかなってな、はい、ってかんですけどいや<事>あのー、今岡村先生もおっしゃったようにあのー。 結構見てて時間がね、えー、のー忘れるというか非常にあのしっかりした展示であのパネルが1枚一年1枚になったんですけどこれ全部読んでるとですね、まあ、ちょっとは1日じゃ終わらないかなっていう全部読んでますけど6時間かかるんじゃないかという感じがしますしペリスさんおっしゃったように CM のね上映があるんで、はいうん、これがまた乱すときりがないというかうあの非常に面白いんで。うん 映像がやっぱりシームね強いなと思いますしあとあのテレビガイドの表紙がですねあの本当にありがたいことにあの今年60周年を迎えるんですけどもそのうちのまあ後半の30年っていうことになるのかなというのが本当にあの一目瞭然でしてまああのちょうど90年代この最初の平成の10年っていうのはまるまる 編集の現場にいてあのテレビ「イブロス」の編集長をやったり、まあ、あの90年の終わりにはテレビガイドの編集長をやったりということで、まあ、非常にあの自分で作ったような雑誌もいっぱい並んでいてですね非常に懐かしいしあのぜひ皆様に見ていただきたいなっていう感じがしますね。はい テレビガイあのー、これもね本当に内輪の話なんですけど昔、あのー、本当にご年配の読者の方はこの英語,英語サイズって言うんですけどので随分長い間あそれこそ30年以上出させていただいたんですがちょうどこの平成の真ん中あたり95年にですね、えー、いわゆる A4 変形の方に。 大きくなりまして、これもテレビガイドの歴史としては非常に大きい変遷だったんですが、そういったことも手に取るようにわかるという非常にありがたいヒ <laughs> ストーリー店でやっているんで、ぜひ大勢の方にご覧いただきたいなというふうに思います。すね、はい。あのちょっと今あ、はい、あレアものがここにあってですね、はい、<laughs> このヒストリー展であのクイズに答えてあの。あ ちゃんと正解するとでするでね、はい、このテレビガイドのロゴが編成したのが,がテレビガイドのロゴが変わってるっていうのがあんまり普通ロゴ変わるって思ったものすごく変えるんですけどちょっとずつ変えているというか <laughs> あの赤い枠で白い抜きのっていうのは変わらないんですけども、うんはい、少しずつ書体なんかもですね、まあ、その当時の編集長がそれなりにこだわったりなんかしながら少しずつ変えていってるというのが。 これシ,シ,テシールになっでですすよねねそうとってもレアなものを作っていただいてこれ長方形になったのはテレビ自体がそうなんですよ昔はそのテレビがちょっとやっぱこう膨らみがあって R があったのがだんだんそうなってきたという、うん、だからあの16対9になった時は「ロゴもそういうふうにしようか」という話もあったんですけど。 してないです。それはちょっとねいやでもこれね貴重だと思いますよやっぱりねあの微妙にこう変わってるっていうところでまあこういうものもあるということでぜ本当はねあの皆さんにここに来ていただいてぜひおハッていただいてクイズ専門世界。これクイズも面白いんですよね。あのよくよく見ると全部答えられますので皆さんぜひあのテレビ好きの方ね来ていただいてと思っています。 じゃあいいいいいよいよよ、ね、ろ、はい、ろんなおお話をさせていただきまますすししく願しそれでは早速平成元年から平成10年までの時代とかテレビを振り返っていただきたいなと思うんですけれどもねもう今から30年以上前だっていうのがなんかちょっと信じられないというか <laughs> う、ね、<laughs> こないだじゃんみたいな感じで私ここ来てるんですけど、まあ、いろんなねあのパネル展示されてまして、まあ、いわゆるトレンディドラマ「ハートに火をつけて」とか。 ありましてねちょっとなんか「家なき子」とかねありましたね登場するなら金遅れですね、はいはい、アニメでいうと「ちびまる子ちゃん」ち、うん、ちびまる子ちゃんも長いですよね、うん、考えたらいろんな展示があるんですけれども、うんうん、先生何かあのお気づきになったこうふと思い思われるあこの,頃の、えっとあの。えっ、ー、とまああれですよね平成元年から10年ってえっと1989年はい。 からえー98年だからまあはい、ほぼ90年代ですよね。うん、あの、えっと90年代のドラマをトレンディドラマと考えるかどうかって結構諸説あるじゃないですか。はい、で、私はえっとトレンディドラマってバブルとともに終わったと思ってるんですよ。うん、なので90年代って結構そのテレビドラマ。 がままあ、大きく、まあ、ドラマだけじゃないですけど割と大きく変わった時だと思っていてだから私大学であのテレビドラマの歴史の授業もしてるんですけど90年代すごく力入れてしゃべるんですねでえっとその、えーまあ、大きく変わったその背景に2つ要因があると思っていて、えっと、1つは、えっとまあ、90年代ってマガマガしい時代なんですね。 というのは、えっと、バブル崩壊と湾岸戦争で幕を開けてで95年に地下鉄サリン事件とかえ阪神・淡路大震災が起こるで97年にえ神戸児童連続殺傷事件いわゆる榊原事件が起こったりして、まあ、全体がが社会がこう不穏ななな空気に覆われていくような時代なんですねでもう一つの要因が、まあ、アメリカから割と最古的な作品の影響が入ってくるっていうのがあってちょっとメモを作ってきたんで見ますけど91年にデビットリン・チ のツインピークスで91年に、えー、っとトマス・ハリス原作「ジョナサン・デミの羊たちの沈黙」まあ、これ映画ですけどでこれも映画ですけれども95年にデビッド・フィンチャーの「セブン」でこういうものの特徴って何かっていうと例えばその刑事とかですねその犯罪を捜査する人たちの方が闇落ちしていくしていきがち。 っていうのがあるんですねでその影響がまあ、もろに日本のドラマにも入ってくるっていうのが90年代なんですだからなんかそのまがまがしさの影響を受けるんだけどその一方でえっとそのまあ、日本のドラマってすごく日常を細やかに描いてきたっていうところあると思うんですけどそれを頑張って実現してたのがまあ北川恵理子さんですねでその一方でそういうまがまがしさと純愛を合体させたのがまあ野島伸二さんとかね で一方でさかそのサイコドラマの影響をおもろに受けるのが例えば飯田正夫さんとか堤幸彦さんとかですね。だからそういう意味ではやっぱ90年代のドラマってすごく面白いんですね。なんかそういうマガマガしいものと日常的なものが多分一番攻め合ってた時代なんだと思うんです。なんか一般的にはすごくあのトレンデドドラマの時代でね、うん、あのなんか可愛い格好をして綺麗なお部屋に住んでる女の子たちのそのなんか。 明るい日常みたいな、あ,<ー>あの仕事終わってから楽しいみたいな感じのイメージが、でも。バブル崩壊って早いですよね。うん、もうその平成入るんですよ。九十一年ぐらいからも崩壊していくじゃないですか。すね、だから、私は、もう、あのトレンディードラマっていうのは。えー、っと、八十八年でした、翌年でしたっけ、抱きしめたいをピークとして終わったと思っていて。うん であの91年の、えっと「東京ラブストーリー」とか「101回目のプロポーズ」っていうのは、えっと、もうその脱トレンディドラマの時代だと思ってんですね例えば「東京ラブストーリー」だったら割とみんな普通の部屋に住んでますよねで普通の会社に勤めてるで101回目のプロポーズはすごく象徴的であのもう何もかもなくしたような人っていうのがバブル崩壊後ちょっと先取りするような形で武田鉄矢さんが出てくる。で武田哲也さんってもう これはすごい失礼な言い方ですけど、<laughs> 絶対トレンディードラマに出なかった人ですよね。うん、で、そのトレンディドラマに出なかった竹田哲也さんが、もうトレンディードラマの女王と言ってもいい。浅野温子さんをゲットするっていうのが、百一回目のプロポーズですよね。なるほど。うん、だから、なんかその何もかも、これからなくしていくであろう人に希望を与えたドラマだったと思うんですよ。結構、そのトレンディドラマ。 あ特に若い方なんかはねあの一緒にしちゃうと思うんですけど「東京ラブストーリー」とか「101回目か」完全にカウンターなんですよ。ももうう作っってる方もそうだったんですよね見てる方はもしかすると、うん、あのその辺が曖昧になってることがあったかもしれないんですけど、うん、あのいわゆるトレンディドラマのこのイエスのに月,月収いくらなんだよみたいなツッコミは成り立つようにはなってない。 きらびやかに印象されてるかもしれない。例えばロングアゲーションとかでも。そんなにものすごい金持ちの部屋ではない。うん、あの愛し合っているかとかに比べると、全然違いますから。うん、そう、だから、例えば、えっと、抱きしめたいの浅野温子、朝野優子の衣装は真似できないけど。うん、えっと、東京ラブストーリーで鈴木保奈美が着てた P コートはみんな買いましたよね。うん、<laughs> あの、うん、東京ラブストーリーっていうのは、そういう。番組で月九。 であれやった後に、四月は浅野ゆう子さん、で、七月は浅野温子さんの主演のがラインナップされてるんで。そっちがどっちかと,いうとメインなんですよね。うん、あっちは、あの時々の方穴埋めって言いますか。そしたら、そっちが流行っちゃったんで、うん、ええー、百一回目はちゃんとこう。 コースを変えてってっいうのはまあさすがに当時のフジテレビらしいすごくあの英断だったと思いますけれどもだからあのまさに先生おっしゃるとおりでもうそういう影は出てきているというか恋愛のドラマの中でもあのいわゆるトレンディードラマそれこそ「男女七輪」だとか「抱きしめたい」だとかっていうものとは違ってきているのはまあ間違いないなですよね,すね私はあのこっちのパネルのコラムにも書いたんですけど「えー、あの東京ラブストーリー」にしても「101回目のプロポーズ」にしても、うん。 冴えない方が勝者になるっていう、ね。うあれはちょっと衝撃というか。なんか。あの。東京ラブサム里美ちゃんが勝つのは、はい、ちょっと今ではないと思いますよ、ね。いや、完治のようにおでん持ってくるの、ね。いや。 おでん持ってきた方が勝つんだみたいな、その衝撃はすごいありました、ね、<laughs> でもね、私、東京ラブストーリーはリアルタイムで見てた時は。理科が身を引いたって思ったんですけど、うん、あの、今見直すとね、そうじゃなくて、あれは理科がね、完治を置いていく話なんですよ。うん、うん、だから理科は一本早い電車に乗りますよね。で、あの海外に仕事に行くじゃないですか。で、それに対して、あの完治は新しい男にもなり得たのに。 あの再会したときに理科は颯爽と歩いてるけどカンチはサトミちゃんに靴の紐を結ばせるんですよ。<laughs> うん、<laughs> だからなんかカンチは昭和の方に戻っちゃって理科だけがこう平成を颯爽と歩いていくドラマなんだって今見直すとね思うんですよ。なるほど。うん 細かいところに、出るんですよね、やっぱね。そこがやっぱり、当時のドラマ、すごいなっていうところありますよね。でも、ありますよ、まだ、あの九十年代、あの。最初の2,3年ですからね、今の。そうです、そうです。後半、後半はって言っちゃうんですけど。まあ、言えなきこさきでましたけど、愛していると言ってくれとか。あと、論ばけ現象がありました北川さんの話ね、そうですよね。 もう私論破家はね今に至るまで恋愛ドラマの金字塔だと信じて疑わないんですね、うん、あのなんかねやっぱり素晴らしかったと思うんですねあの何よりねキムタク木村拓哉さんがあの繊細で弱い瀬名君を演じてるのがすごくいいんですよね。うん あの木村拓哉さんって本来すごく繊細な演技が上手な人なのになかなかそういう繊細な役にその後あんまりねなんか天才なんとかスーパーなんとかみたいな人になりがちなんだけど実はあの繊細な瀬名くんの役がものすごくはまってて、まあ本当素晴らしいと思うんですね山口智子さんも素晴らしいし稲盛いずみさんとかもねあの頭の中にピンクの像を飼ってる、はい、あのももちゃんですね <laughs> すごく良かったし。 六年平成八年ですよね。はい、でちょうどそのバブルの、えー、バブルが崩壊して、それがこう実感になってきた頃に。その停滞期っていうのは、神様がくれた長いお休みなんだよっていう言い方をするんですね。だから今停滞してても、それはオッケーなんだよっていうふうに。こうみんなを元気づけてくれたドラマでもあったと思うんです。ですね、ロングバケーションですから、ね。そうそうそう。だから単に恋愛ドラマっていうことだけじゃなくて。うん なんかそういうすごくこう時代の空気をあの何ですかねあのこう察知しながらなんか「ロングバケーション」最終回が36.7%という視聴率で90年代って結構。 ドカーンと視聴率、まあ、90年代からまあ0年代ぐらいまでは、うん、結構よ、ねうね、今のことを考えると、うん、もう本当にそういうのってなんか夢のような話ですけど、うん、いわゆる現象を起こすドラマっていうのができたっていう時代だったんですかね。で96年ってすごくあの象徴的で「スマップスマップがそうスタートしたりあと「ラブラバーしてる」がスタートしたりってことで。うんうん こすごく時代を象徴する。バラエティもここでまあ誕生してる。ね、これやっぱり停滞期の中でまあ番組制作制作者の人たちが今作れるものを作ろうって、なんか心意。気がここに出てきたのかな。うん、やっぱりバブル崩壊でショック受けるじゃないですか？うん、私時代劇の取材すごく多かったんで、あの頃。 もうとにかくどこ行っても制作費、うん、制作費ってて言われてるんですよその頃すでにもう言われてた、うん、でだからもう日本テレビってすぐもう時代劇撤退しちゃうんですねこの頃お金かかりますもんね、うん、時代劇ねそうなんですよで時代劇ってすごく制作費一番かかるとかって言われてあっ、うん、ちこっちでその話されててで結局まあ時代劇どんどん減っていくんですけどそれが本当にまあ個人的にはその制作費の問題だけだったのかっていうのはまた分析の違いがあるところなんですけど、うんうんうん ドラマの現場でも私現代ドラマも取材してましたけどドラマの現場でもバラエティーの現場でもとにかくお金お金みたいなことを言われて、うん、でそこへ96年にこの「スマップスマップみたいなのが出てきたっていうのはちょっとやっぱりここで制作する人たちがこう、まあ、ス,マス,あのスマップってアイドルが出てきたってこともあるけどやっぱ心意気を見せた年なんじゃないかなっていう感じはすごくしました。雑誌作っってて、まあ、あのさっき テレビガイドを大きくしたって話があったのが95年の11月なんですが SMAP を最初に表紙にしたのが95年の夏です小判の時で SMAP がこう大きく伸びていくっていうことがあって大判化するその最初の号の表紙も SMAP にしたんですがこれもし SMAP いなかったら大判化したか分かんないと思ってます。 やっぱりそんぐらい象徴的な人たちがた「うん、これスマップでいける」っていうのが作る側に無意識のうちあったと思ってスマップの勢いっていうのすごくあってで96年の「ロンバケットスマスマは実は同じ日に始まってるんですが、うん、月曜日ですからあの覚えてらっしゃると思うんですけどこの年スマップ5人になるんですね、うん、それもあったんでスマップサイドもかなりギアが入っていて本気だったと思うしフジテレビも本気だったし。 とというのはまあきっとあっあたところですねその時代の空気もう一回盛り上げる特にあのフジテレビお台場控えてましたから、はい、あのいろいろ頑張ってた頃ですよね、はい、で97年に踊る大捜査線ですからやっぱりあのかなり頑張ってギアを入れようとしてたっていう、はい、あの今まさにペリソンシおっしゃってる90年代ってその前半にすごく人だろうもたくさんあってまあ少しは金回りも良くて。はい まあ本当に歴史に残るようなドラマいっぱいあってあの脚本家の方といっぱい出てきた時期なんですけど後半も意外とドラマがあのいっぱいあって特にフジテレビは枠増やしてるんですよ8枠ぐらいあるんです、うん、週に、うん、でも。ま作品ももちろん「小麦」とかいろんなの出てくるんですけどやっぱちょっとそれにしても張り切りすぎっていうのかな。<laughs> でも本当にフジテレビが90年代に果たした役割はポッキン。 ではそういううういいいとところににもあるかなというふうに思いますよね、うん、取材の現場どうでした現場だから90年代の、まあ、後半その自分で前,その前半ほどは言ってないですけどドラマ自体はまさに制作が厳しくなっていたと思いますし当然枠増やしたって作り手が増えるわけじゃないしあの一つ一つのドラマは展開が苦しくなったりとかいうことあったと思いますしその前半に出てきたいろんな。 役者さん俳優さんん俳優例えばあの小田原牛くんなんかは完治でいろいろ悩んだろうけどちゃんと踊りは進んで次の一歩ができてる、うん、キムタクなんかも更新できてる山口智子さんも新しい代表が作って来れてるでも来れてない人もいてでそのこの時期すごく悩んでるっていうような形もあったりっていうのは見聞きしてますよね。だからあの、うん 少しやっぱり限りは出てきてるっていう時期だと思います。この十年、第一。最初の十年の最後の方っていうのはね。あのスマップ、スマップの話にちょっと戻すと。はい あのスマップスマップってやっぱり日本のアイドル史を考える上でもものすごく重要な番組ですよね。あの今ねおっしゃったようにえっとロングバケーションと一緒に始まってるんだけど、はい、一方でまあキムタクがそのロングバケーションでああいうすごく繊細なセナ君を演じていてその一方であのピーちゃん大好きだったんですけど <laughs>、うん、あのピンクのキッズピンジャミを着てエロいエロいじゃないですかんなんかああいう振り幅を なんかこうままざまざと見せられてでやっぱりなんかアイドルがこんなことやっていいんだっていうまあ料理するっていうのもそうですよね、うん、あのやっぱりそのアイドルっていうもののこう考え方とか価値観とかをものすごくこう根底から覆したような番組だったと思うんですね。だから余計にそのこう相乗効果っていうか論化けの繊細なキムタクもすごく際立ったし。で あのピンクの着ぐるみのピーちゃんの着またくもなんか際立つみたいなねでそこでなんかこうやっぱり SMAP の凄さが醸成されていったっていう感じすごくしますね。まあ、本当に今の若い人はアイドルがねああいうことやるの普通だと思ってますけどそれではなくってもちろんジャニーズの後輩にも受け継がれているけどモーニング娘。だったり AKB だったり乃木坂だったりが普通にバラエティー。 に対応するたために一人一人人努力したりねしますよ、ね、ああいうのはスマスマ以前はない、まあ、スマップ以前はないことですから、うん、それはもう大きく可能性も広がったしでもそれによって苦しむ人も増えたと思うし、うん、スマップは本当にそれを軽々こなせたっていう片方最高視聴率とって片や「紅白」の司会やる人もいてそれでみんなでコントやるっていう。 グループですから、うん、俺はちょっと本当にしかもあの若さで、はい、っていうのはやっぱり、うん、まあ未来英語やっぱり語られるべきだと思いますよね、あの全放送局のドラマにスマップが出て、スマップジャックなんていう言葉もありましたよね。うん、ありました、ありました。うん、あ,あもうでも本当あの当時のアイドルではもうもう全然ねを抜いてるし。アイドルに限らず多分。 クレイジーキャストとかドルフィタルとかいろんなエンターテインメントグループと比べても、はい、あの期間も多いですしジャンルの幅広さも、ね、ピークの高さもやっぱり本当に戦後最大っつっていいんじゃないかと思いますよね。 なんで戦後にするのか全然見えてこない,いんだけど <laughs> 最大だと思います。うん、スマップの話はこれ多分30年間ずっと出てくると思うんで,そうなんです、ね、出てきますの、ね、でそうなんですよ。で,すね、で、あの毎回このトークの中では10年間の中であの一応ベスト番組というのを選んでいただいて、はい、あのお話しいただかなきゃいけないので岡本先生はこの10年間のベストをはい一応ね候補は考えたんですよ候補に挙げたのは、はい えとドラマではね私も大好きだった鎌田敏夫先生「29歳のクリスマス」とか、はい、えと岡田義一さん「若者のすべて」とか、はい、井上美子さん「キラキラ光る」とか <laughs> あとバラエティーだともう本当これも大好きだった「楽しさの屈辱」とか<ー>えとあとさっきも出た、まあ「スマップスマップラブラブ,ラブ愛してる」とかですね、はい、いろいろ考えたんですがやっぱりあの不動の私の「マイベストロングバケーション」。<laughs> 素晴らしいいですねさんいかがでした ま,あのまさに今おっしゃった「鹿野久の屈辱」とか「料理の鉄人」とかあの辺は本当はここ触れなきゃいけないところなんですけど、うん、まあそういったバラエティとかあとまあ,あのドラマ若者先生がおっしゃると思ったんであとまあやっぱりこの時期のこれ95年ですけどアニメですけど「エヴァンゲリオン」ですね、うん、これも平成全体今でも影響のある番組だと思うんですけどあとはもちろん。 ドラマで出てないのででうとと古畑忍三郎とかですが僕も一本ということで言えばえあえてですけどやっぱり「東京ラブストーリー」ですね僕は。あの雑誌作ってるもんからすると本当に画期的なドラマでのこれ以前というよではのドラマの特集の作り方が変わってきたっていうあのワンクールワンクールっていうのがこの頃から出だしたってこともあるんですけど本当にまああの。 昔風ですけど女岩からになり的な現象っていうのがまああったドラマだったんで本当に週刊誌で作ってても手応えのあったドラマだったんで1本とといいえばこれかなという気がします、はい、まあ最後に私の一の本あのもう全然違うサイドから私はまあ,あの時代劇の研究をやっているのでこの90年代本当にさっきも言いましたけど時代劇本当になくなっていく。そんな中でやっぱり 平成元年にあの鬼兵がんですね、うんはい、で鬼平って結局それからずっと、まあ、平成の後半も終わりの方まで続くんですけどこの時みんんな同じフジテレビが作ってるんですよねもちろん京都で作ってるので体制は全然違うんですけれども、まあ、フジテレビがよくやってくれたって私が言うのはあれですけど、うんまあ、作り得たことがやっぱりすごく画期的だったと思うし、うん、すごく丁寧に作った時代劇でまあ オエ、まあ、ブームみたいなあの研究本が出るぐらいやっぱり時代劇でそれをボンってやってくれたということで私の中でやっぱりここではベストにしたいなと思ってんです、ね、あの時期、ね、平成元年に始まるって結構ねその前にその昭和の頃にかなり時代劇って迷走してるんです、ねうん、シリーズが生まれなくて新しいシリーズが生まれなくて、うん、どそしてもう最後に、まあ、ここへ来て平成に来てドンとまあ 吉門さんっていうのもねそうだからそういう大スターを持ってきて一つ太,太い作品を作り得たっていうことが私にとってはもうすごい感動的な話だったので、うん、まあ私はベストにさせていただきますけど、はい、でもこれね裏表だと思う現代ドラマと時代劇の、うん、でもいつもそうだと思うんですけどあの、まあ、吉右衛門さんがやってくださったっていうことが私の中ではすごくベストだったので。 ベストにさせていいいたただきたいと思いますでもあれですよねこうやって見るとやっぱりこの90年代のフジテレビすすごいですよね,ね,<ー>ねドラマもねだから「東京ラブストーリー」も「101回目のプロポーズ」も「ロングバケーション」もあのそうだし、はい、まあ29歳のクリスマスもそうですよね。えっと、ねあとだからそのカノさんの屈辱も「スマップもアイラブ「ラ,もね、ラブラブ愛してる」も「えっと、鬼平墓城」もそうですもんね。はい そうですね。テレビが攻めた十年だったということで。でねうん、輝かしかった。年です、ね、まあ、とりあえずこの十年は。こういう年だったと、私たちは振り返らさせていただきます。皆さんはどんな感じだったんですかね。あ、ちょっと逆に皆さんのご意見を聞きたい。ですね。すねすねご相談してみるとね。本当にはい。というわけで、私たちのマイベストでした。それでは。 続きまして平成11年から年年に移ります平成11年は西暦で言いますと1999年ということで、まあ、90年代最後の年に始まった10年ということですけれども、えー、会場のパネル展示ではですね「まあ、笑う犬の冒険」とか「大和なでしこ」とか「懐かしいですねなんか <laughs> チュラさん」とか、まあ、そういう女王の教室。 なんていうのもありまして、話題のね、あのドラマ。のだめカンタービレとかも、この10年で放送されたもので、ずっとパネルの方で展示されてるんですけれども。やっぱりちょっと空気が変わったんですかね。うん、あの平成元年からの10年と、また一つ、ちょっと空気が変わった感じもしますけれども。先生、あの、何か印象的な。番組ありますか、はい。そうですね。あの、まあ、この十年も、えー、っと、基本的に、その禍々しい時代なんだけど、まま禍々しさが。 増していく何で,、ねえー、でかっていうと一つには、まあ、2001年平成13年に、えー、いわゆる9 11・11、ね、だからテレビの画面でそういうテロの現場を目撃しちゃうみたいなことがまずあったっていうこともあって、えー、っとなので、まあ、この時代いろんな特徴あると思うんですけど、えー、っとその一つには、えー、刑事ドラマとか病院ドラマが台頭していくっていうのが大きい特徴だと思うんですね。 結構チャンネルひねるとどっかで必ず刑事ドラマか病院ドラマかやってるみたいなで一つにはねやっぱりなんかそういう禍々しい時代を反映しちゃったったていうところもあると思うんですでもう一つは、まあ、これさっきの続きですけれども、まあ、木村拓哉さんはじめとして SMAP 大活躍するっていうのもまあこの年ですね。うん でドラマで言うと、えっと、90年代にはまあ北川恵里子さんのような方が頑張ってこう日常的で等身,大的な等身大の恋愛ドラマ書いてらしたんだけどなかなかその日常をそのまま描くっていうことが難しくなってきたのがこの時代だと思っていてでそこで彗星のように登場するのが工藤官九郎さんなんですね。で工藤さんの戦略っていうのはその非日常的な事柄を通して日常の尊さを描くみたいなことだったと思うんですよ。うん あの木更津キャッツアイとかも知死ぬほど好きなんですけど、まあ、物産の余命宣告から始まってで回答談を作ったりとか結構非日常的なことをこういっぱい描くいっぱい描くんだけどあの一番大事なことはこう普通とか。 なんかその仲間とのこうダラダラしたおしゃべりとかなんかそういうことこそが実は尊いっていうことを言ってるようなドラマですよね。で同じような路線で言うと、えー、木更津美さんの「スイカっていうのが、はいまあ、永遠の名作だと思ってるんですけど、まあ、それなんかも一方で3億円を横領する。 えー、馬場ちゃんっていう小泉京子さんがいてで一方で、えー、小林聡美さん演じるヒロインっていうのが「えー、ハピネス三茶」っていうアパートですごくこう日常生活を丁寧に織り,、えー、織りなしていくみたいな,なんかそういう,こう非日常を通して日常の尊さを描くあの草なぎ剛さんが主演した「えー、僕の生きる道」でしたっけ <laughs> あれなんかもそうですよね。だからそういうなんかそのどうやって日常を描いていくかっていう時にこう戦略が必要になっていくっていうか。うん そのまま描けなくなっていくのが、まあ、この年代かなっていうふうな、気がしています、うん。そうですね。あの、奇しくもその日常じゃないですけど、その北の国からはこの年代に完結してますよね。うんねはい、だから、ああいうタイプのドラマが、今後なかなか、まあ、出てこないっていうところを見ると。うんうん、やはりすごくこう、家族の物語を描く。家族とか、まあ、夫婦とか、日常を描くドラマっていうのが、なかなか出にくくなるのかな。 その一方で、まあ、あの渡る世間は頑張っていたっていうところを奇跡的な感じがしますけれどもまたその話にも多分出ると思うんですけどす、ね、竹内さんどうですかこの10年、あのー、まさに今岡村先生がおっしゃったように、まあ、あのラブストーリーとかホームドラマが成り立ちにくくなってきたということで、はいまあ、非日常っていう話があ、まあ、これをとにかく非日常というか、まあ、その普通じゃない形で、えー、恋愛ドラマなりホームドラマを 成り立たせるるというのに少し時間がかかる、うん、次の10年に行くとそれが少し実現してきますけれどもそれがまあちょっとあの難しかった時代でまさに医療ドラマとかあの刑事ドラマが、まあ、我々あの我々というかお仕事ドラマなんていうふうに職場ドラマっていうんですかねそういったようなもので、まあ、そっちの方が一話関係で作りやすいとかいろいろあるんですけれども。 あるんでしょうううけれどもそういったよこの99年に多分あの救命病棟が出てくると思うんですけども、うん、これなんか当然 ER の影響だったりっていうのがあって海外ドラマをうまく咀嚼していくというような、まあ、それまで日本のドメスティックな形で90年代非常に様々なものをやってきたんだけどもさっき「マガマがしい」ってありましたけどツインピークスの影響でとかっていうのもあったのと同様に。うん そういった形でまあ海外のイい,いドラマのエッセンスが入ってきてるっていうのが反映されていますよね。でもう一つはこの10年の最も大きいキーワードと思うのが韓流です。うん、あの冬の姿が2004年ですけど、まあ地上波で放送されたのがまあこのブームははっきり言うと現在まで続いているというか、あのブームじゃなくなってきて、 文化といいうものとしててて根付いてきてるんですけど、まあ、そういった形のまあなんとなくイメージとしてはあの60年代のアメリカにビートルズが「ブリティッシュ・インベージョン」みたいなのがありましたけどまさに「韓流・インベージョン」っていった形で文化のまあ大げさに言えば侵略があったというか、まあ、押されてるわけですよね。もともとあの日本ののドラマの 焼き直しみたいなものだったじゃんってバカにしてた時がきっとあったと思うんだけど大英、うん、ドラマじゃんみたいなのあったと思うんですけどそうなんですけどでも明らかにそれはあのパワーとして負けてきてるっていうのが一つあると思いますね。んあとはあんさいうのねなかなかワンチャンスだったと思いますけどでもテレビ誌あんまりやってないと思いますよ。 そういう着眼はあんまりなかったんだと思いますね、当時でも。とにかく空港にものすごい人たちが集まっているのがニュースで取り上げられるっていう時代でしたよ、ねうん。すごかったです。まああの珍しいものだったんですね、当時はね。まあ ＮＨＫ が一生懸命やったと思うんですけど、まさにでも今2004年の話なんですけど、それ2004年に今たまたまっていうか見つけたんですけど、スマップがまだまだ人気があったっていう話。2004年の1月に。 月久でプライドっていう木村君の「うん、で日曜9時日曜劇場今の」「砂の器中井君」<う>で草薙君が僕と彼女と彼女の生きる道をカンテやって、うん、もう一つ「新選組大河」が1月から始まったんです<は>4つ始まってるんですよ。で稲垣吾郎君もちょっと怖い話みたいでちょっとやったりしてたんですけど、うん、当時テレビガイドではスマップドラマ ごご作品特集みたいなのやってますけど、うん、ちょっと考えられないですしどの作品もまた非常にに歴史に残る作品なんですよねやっぱり熟成されてきてかなり非常に安定的なものがあった。でこの頃の先ほどもありましたけど90年代すごいドラマいいドラマがたくさんあってその後影響を及ぼすドラマがたくさん出てそれに比べるとちょっとっていうんですけどでも単体的にはすごく。 印象的にもいっぱいあるんですよね、うん、ヒーローもあるし白い巨塔もあるし電車男もあるしあ<の>ドクターコトーなんかもあったりしますしね、うん、だからあのまたこれが全部フジテレビのところは何とも言えないんですけれども作品はあるんだけどあの勢いとしてはあんまりフジテレビの勢いはでも感じらなくなっているというあたりがやっぱりこの「うん、過渡期としての10年」の一つのあるのかなと。 あともう一つちょっとドラマバラエティーの話で言うとこの10年の最大のトピックは「m 1グランプリ」が始まったことでこれはかなり大きいです文脈的にであのさっき90年代出ませんでしたけど閉鎖全体を司るスマップとともに司かさるまあダウンタウンですねの一つの松本人志の影響力の及ぼし方まあ笑い犬なんかでのうっちゃんの及ぼし方とも 対応しますけどやっぱりあの松本人志的なお笑いっていうのがここから20年かけてこうテレビを制覇していくっていうきっかけですね、うん、まあもちろん紳助さんがいたんだけど、まあ、これはは非常ににラエティ的には大きいい番組だと思います、はい、個人的な感触で言うと2000年に BS デジタルの活が始まって本格的にいろんな他チャンネル、まあ、CS も始まってましたけど。 すすごくこう分散するというか,なんかみんなで地上波を見る時代っていうのはもうとっくに幻なのになんとなく幻をまだ持ってたけどもうバラバラになってしまってじゃあ地上波見ないのかなと思うとこれが不思議なことにその2000年に「ビューティフル・ライフ」がまあ大ヒットしてこの時最終回が41.3%と。 まあ、地上波の数字ですもんね、これね、考えたら。世帯視聴率ですからね。そうですよね。だから、そういう意味では、すごいし、うん、ヒーローも全話が視聴率三十パーセント超えて。これ。次の年なんですよね、ヒーロー、なんから、毎年それをやってた。まあ、キムタもすごいけど。うん、周りもね、すごいなと思いますよね。うんうん、あと、なんとなく、あの脚本家と。はい。 主人公の愛称みたいなのがないですか？うん、その福田さんと木村さんとか、あ,ねうん、あと三谷さんと香取さんとか、うん、ちょっとそういう感じもこの時代できてきたような感じがしますね。うん、まあ脚本家今まさにあの工藤官九郎さんとかまあ出てきたっていうのは本当にあのこの年代のというか今に至るまで非常に大きい出来事ですけど、うん、っていうのはまず。 僕らあのその90年スマップだダウンタウンだあと脚本家の方々も90年で北川さんだとか坂本雄二さん野島伸二さん岡田義和さん井上雄子さんみんな今でも活躍してるからそれが当たり前みたいだけどそそんんななに当たり前じゃないんですよねそれはだからそれが続いてしまった30年に新しくその駆動感が出てくるとかっていうところがやっぱり今考えると非常にこう重要だなっていうふうに思えるというところで。うん、脚本家の方って はっきり言うと新しい方はなかなかこの30年その最初の方々大体その1960年前後に生まれた方々が今でもそれをずっと書き続けていらっしゃる三谷さんも含めてですけどやっぱりあのテレビのね一番良かった時期を70年で80年で見てきてっていうのの方の。 なかなか新しい方が入り込んできづらいっていう状況は今でも続いてるかなと思いますね。すねあの前の十年の時に本当は話さなきゃいけなかったんですけど、1987年にヤングシナリオ大賞のテレビがあって、そこの第一回の受賞者が坂本、ねうん。第一回、そうですね。だからそこから野島さんも出てきてるし、第二回の野,、ね、野島さんということで、えー、こういうこう何ですかね、作家を育てて、まあテレビを面白くしようっていうのがここでちょっと。 できたところはこれはだからフジテレビの多分一番偉い,、まあ、偉いところの一つというか、うん、あのよ,よそから借りてきてたんですよね倉本さんとか山田さんとか。うん、でも自分で作ろうよって思ったのがすごいし見つけた人をすぐ使うっていうのもすごいし、うん、今でもコンテスト結構コンクールありますけど結構ね時間かけちゃうんですよね、うん、なんか下働きみたいなことさせたりとかこの時は違いますから。うん やっっぱり勢いいがすすごかたなと思まねヤングシナリオ大賞その後もね乃木ア彦さんとか安達直子さんとか今第一線で活躍してらっしゃるような方々を生み出してきましたもんね。すよね意味のあるというか本当土岐木さんなんかねもう今代表する作家として活躍されてるからもうそこを見つけ出していくあとこの10年の時に女王の教室があって湯川さん湯川さんはい 個性的なドラマをいつも今も書かれてますけど、湯川さんは岡野先生、まあ春樹のさっきのマガマガしさのちょっとオリジナル展開っていうんですかね、マガマガしいですよねあの人はね、あの隠し版的にマガマガしいです。最近はもうタイトルダジャレに走ってますしね、わざとですからね。トラコがね、わざとですからしてますから、はい。あとあのまあ14歳の母 大変高視聴率というかまあこれ井上さんな、はい、んですけど、はい、すごくあの前に戻ったというか昔の,あの私なんか金八先生のあの,の、ね、杉田薫さんを思い出して、はい、また全然違うんだけれどもうこういう家族の物語でこうすごく反響があったっていうのもちょっとなんかあっホームドラマ回帰あるのかなっていう可能性もちょっと感じたんですけど。あのうん、井上さんのある種のこう誠実さっていいますかね 気を狙わずに、はい、でも正面突破できるっていうのは本当に。出力だと思いますね。そうだから、井上美子さんって、なんか外れなしって感じします。よねすごいですよね、うんうん。すごいと思います。そういう、こう私たちが、こう、シナリオライターを気にする。一般の、こう、まあ、工藤、工藤さんもそうだけど。うん、ごく、普通にテレビを見てる人たちが、これ誰が書いたんだろうっていうふうに興味を持つ。うんうん すごく興味を持つ10年間だったかなって、うんね、あなるほど。うんまあ、工藤さんなんかね、まあみた、はいななるべく目立つからあれですけど、野、うん、上さんなんかグッドラッグは描くわみたいなその何でもできちゃう感じの。そう、ねえー、そこら辺の。野村さんのドラマでヒットメーカーでも。そうなんですよね。うん、私は一方であのこの10年間の中でヒルドラが 意外と怪しい花を咲かせていたのもあの真珠夫人とかボタンとバラとかこれ書かれたの中島尚博先生でまあ昭和の作家といえば昭和の昭和から活躍されている作家が昼ドラっていうジャンルでまマガマガシーンもいいところですよねあの沢尻コロッケ先生ああいうのと思ってあも大好きです。 あの私のえっと学生がですねあのタバシクロッケとかなんかああいうその、うん、えっと、えー、お財布のケーキでしたっけ財布ケーキ財布ケーキ一時夕なたりしてたけど <laughs> そうなんかそういう場面 <laughs> そんなに好きか <laughs> でそういうシーンばっかり編集したあの、うん、DVD をくれてうすごく嬉しかったっていうのを覚えてます,います <laughs> 今の学生さんにもなんか来るんですかねあの。 いやあのど,どうなんでしょうね <laughs>、うん、先生好きでしょうと言ってくれましたね <laughs> だから「あの昼ドラってもう今なくなったんですけどなな<う>あれは、まあ、夏休みに学生がうっかり見てこれは何ぞやと思ってはまるっていうパターンなんですけど通常は、まあ、あの夜のお仕事をされてる方が美容院とかで行きながら見るみたいな通常はち <laughs> <laughs> っちゃいうのかな当時は言われてたらしいんですよ。すよまああの 歴史は60年代からありますからね。うんうん、ところがそのこの時にボタンとバラみたいになってそういうね若い人たちにも何か引っかかってくる。うん、だからあのボタンとバラみたいのは狙ってると思うんですけど、あの僕はテレビブロスなんかもや、マ、ま、ネ、ね、ルエデさんもやっていただいてましたけど、あれはその教育テレビとかその昼ドラとか普通。 見ないよねっていうものを学生の人が見て発見して面白がるっていうような、まあ、一つサブカルチャーの流れがあったってその辺はだから真面目に作ってるものを突っ込んでたわけですよね。でそれを逆逆手にとってそこに受けようとあのこの時代じゃないですけど「ウゴグルガ」とかもう結局子供用と言いつつ、はい、その若い人にさそうと思ってやってるというか隠し犯ですよねある種の。そういういいろんな時間帯でやっても ななんとかなるっていう、まあ、今のタイムシフトとか配信とかのまあ考え方としては同じですよね。うん、この枠はこういう視聴者っていうその枠を外してどこでって面白いものを作ればいけるんじゃないのっていう一つの冒険だと思いますから、うん、まあ今でも全然通用する手法だと思いますけどね。私幼稚園の時あのコミュ障で 幼稚園に行けなかったんですよで先生とか迎えに来てくれてもなんかこう泣き叫んでいかないような子供だったので昼間に一人で家で一人で昼ドラ見てたんですよ <laughs> <laughs> 幼稚園のことから。<laughs> 面白く見てたってことんかねなんですよね,すよね <laughs> あんまりこうリアリティとか追求しないじゃないですか結構ドラマがはっきりしててなんか分かりやすいんですよで面白くってだから結構大学生ぐらいまで「昼ドラ評論家」と言われていたんですけどなくですまさにそういう岡本先生のような、うん、若き岡本先生の方がこう掘り起こして面白さをね、うん、作る方の意図を超えた面白さを発掘してたんだって。 と思いますね,ね特に東海テレビは今の土曜日の夜もそうですけどわけわかんない役者出てくるじゃないですか <laughs> あれがいいんですよね。うん <laughs> 誰だろうこれみたいな人が出てくるから、うん、なかなかちょっとのめり込めるっていうところもあるんで、うん、あの渡部篤郎さんなんかも最初見たの広ドラだったと思うんですねです,かすごい鮮烈でそうでしょう長、ねえー、塚京三さんもさんざん出てらっしゃったこんな役をやってらっしゃるの, <laughs> あの人たちはわけわかんない人じゃないから <laughs> 誰のことわけわかんないと言ってる <laughs>、うん、まあでもあのそういうなんていうかちょっとこう 濃濃厚厚な世界で、うん、でした、ねね、ドラマの中でも濃厚だ大人向きだからそれこそあの月九みたいにふ若い子向きにコび売ってないから、まあ、2時間ドラマとかもそうですけどちょっとそういう大,、まあ、大人というかねの世界っていうのはあったでしょうね、うん、いや私は本当におかげさまであのテレビガイドさんで昼ドラの取材もやらせていただいたんですけど。<laughs> あの過酷な一番放送時間が長かったんですよね,、うん、すよね当時、うん、30分を5本やるって言って、うん、で主演の女優さんたちものすごい体力使ってヘロヘロなんですけど、うん、あるあの主演の女優さんが「私はこのドラマに向けて体力をつけてます」って「何が私のエネルギーか教えましょうか?」って言われて「うん、生卵とのもずくを飲むのよ」って言われてそれぐらいごわって飲みながら。生卵飲んんで、うん 私は止めることもできなかった,というた,った。なんかでもすごいあの集中力がある女優さん長セリフ多いんですよね。いや多いんですよ。だからそれをまあやりこなされたのはそれだったんだなっていうのを納得して書かなかったですけど <laughs> はい。まあいろんなドラマがこの10年あったっていうひどい締め方をしてはいけませんけれども、あのここであのベストドラマをあの言っていただかねばならないので、先生この10年間で <laughs>、うん。 マイベスト、はい、えー、っとすいません候補をちょっといくつか言わせてくださいねまずねあのこれねだからまあ99年平成11年なんでもうちょっと一つ前の方のくくりかもしれないんですけどあの尊敬する大石静香さんの「アフリカの夜」っていうドラマが大好きで<ー>で大好きすぎてもうあの私が館長をやってる演劇博物館でイベントもやったぐらいなんですね。で あのまあ、さっきちょっと言った井上美子さんの「キラキラ光る」とか、うん、なんかそういう,こう女性の緩やかな連帯を描くドラマって割とフジテレビやっててでその系譜でも本当に素晴らしいドラマだったんですけどそれとか、えっと、あとあの、えー、そうですね <coughs>、まあ、やっぱり工藤さんの一連の作品とか、えっと、倉本さんの「背景父上様」とかあとその NHK 時代の大友さんの「ハゲタカ、ね」とか。ハゲねはい、えっと と、まあ、藤本さんの「地理とてちん」とか何かいろいろ素晴らしいドラマあったと思うんですけどマイベスト本当に迷っていてで何で迷っているかというと、えー、工藤さんの「木更津キャッツアイ」と木更津の「スイカ」。 うん、まあ両方とももう本当に普及の名作だと思っているんですね。ただ一つと言われると、工藤さん後でもう一回私出てくるので、<laughs> <laughs> ここではスイカを予告編、予告編。ここでは一応木皿さんのスイカを上げておきたいと思います。はい、もうあの辛い時になるとスイカを見る、夏になるとスイカを見る、うんもうそんな感じの心の故郷的なドラマです。竹内さんいかがですか。ドラマでいうともこれいろいろ。 おっしゃるとおりあるんですけどもあの一本っていうとタイガードラゴンかなというまあ落語好きなのでっていうところなんですがこの時代で一本っていうとやはり先ほどお話ししましたがやっぱり「m 1グランプリ」にします僕は。これはあの本当に大げさに言うとテレビ変えちゃった番組だと思いますので一本だったらこれにしようかなと思います。はい 最後に、私が、言わせて、私でも、本当、あの、タイガー、ドラゴン。そうですよね。もう、入れたいっていうところで、で本当、のだめカンターレと、すごく迷ったんですけど。はいどうん、まあ、まあ、落語も好きということで、はい、タイガー、ドラゴンに、させていただきたいなと。本当、でも、語ると、この時代も、すごくね、たくさん、個性的なドラマが出てきた十年だったと。いうことです。ありがとうございます。えー、それでは、次のパートでは、平成21年から30年、そして、令和へと、話を進めます。